ただいまより2018年度奈良育英中学校体育祭入場行進を行います。選手入場。大会プラカードを持って入場してまいりましたのは3年 A 組鈴木友澄君です。続いて中学生徒会の4名が校旗を持って入場してまいりました。生徒会長徳田圭君、副会長安井歩さん、初期二の浦浩輝君、会長会計徳田愛香さんです。最初の選手団は赤組の入場です。前から3年生、2年生、1年生の順に入場です。アピール文を呼びます。僕たち赤組は音楽祭、体育祭、総合優勝、体育祭応援合戦優勝の3冠を目標に頑張ってきました。音楽祭では指揮者賞のみとなってしまいましたが、この体育大会で総合優勝と応援合戦の優勝を勝ち取りに行きます。自分を応援、周りを応援、見ていただける人を応援できる赤組です。全力の赤組の勝利を見届けてください。続いて緑組の入場です。こちらも3年生先頭に2年生1年生の順に入場です。アピール文を読みます。僕たち緑組は全てを制するという目標を掲げ頑張ってきました。この目標通り体育祭では全ての競技を制するつもりで臨みます。応援よろしくお願いします。最後は木組の入場です。こちらも3年生を先頭に2年生1年生の順に入場です。黄色組のアピール文を読みます。私たち木組です。木組のモットーは獅子奮迅です。この言葉のように一人一人が奮い立ち日々猛進し団結力を高めてきました。また意見がぶつかり合うこともありましたが、それは全員が本気でこの体育祭に向けて取り組んできたからだと思います。これが私たちの本気の力です。皆さんどうぞ見てください。奈良育英中学校の体育祭は
全学年を3色に分けて戦う色別対抗になっています。全学年を縦割りに赤色、緑色、黄色に分けて得点を競い合います。この後全員が前進を始めます。その時には生徒たちの勇姿に大きな拍手をお願いいたします。ただいまより2018年度奈良育英中学校体育祭を開催いたします。校歌斉唱および校旗掲揚、皆様ご起立してください。掲揚台に注目をしてください。元に戻ってください。校長先生のお話です。気をつけ礼休め。皆さんおはようございます。このように最高の天気に恵まれて中学校体育祭が開催できることを大変嬉しく思います。この良き日に後宮育英会会長さんをはじめ育英会本部役員の皆様、そして多数の保護者の皆様のご来校をいただき、心より歓迎し、そして厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。さて、ただいまみんなの入場行進を見せてもらいました。文化祭に引き続いて、その後体育祭に向けて縦割りで式別でさまざまな練習を重ねてきて、そして今日は一致団結してやるぞ、そういう闘志みなぎる行進でした。先生方、
あるいは生徒会の皆さん、そして体育委員の皆さん、それぞれがそれぞれの立場でこの体育祭の成功を祈って頑張ってきてくれたと思っています。今中学生の体力が全国的に過去と比べて大変落ちていると言われています。奈良県の中学生も例外ではなく非常に低い位置にありました。しかしながら数名それぞれの学校で体力作りに取り組み、今全国の平均ぐらいのところに来ています。体力があるということは将来健康で安全で健やかな生活を営む上では最も重要なことです。運動の得意な人もそうでない人も今日はぜひ精一杯運動に力を注いでほしいと思います。その際、今日は最高気温が25度ぐらいのようです。熱中症がすごく心配される気温ではありませんが、自分の健康に、そして周りにいる友達、先輩後輩、すべての人たちにも配慮しながら最後までプレーしてくれる、競技してくれることをお願いします。今年のスローガン、4月にみんなに話をしました。励まし合い、競い合い、高め合い、こういった時こそそのスローガンに基づいたそれぞれの行動が取れるように、しっかりと一日を過ごし、中学時代の良き思い出の1ページになるよう期待し挨拶とします。気をつけ礼、休め。保護者の皆様、お座りいただいて結構ですので、どうぞお座りください。続きまして、生徒会長徳田君のお話です。気をつけ礼、休め。皆さん、おはようございます。本日は待ちに待った体育祭です。台風24号の影響が心配されたこの体育祭ですが、無事に予定通り開催することができました。1年生は初めての体育祭ということもあり、楽しみにしている人もいれば緊張している人も中にはいると思います。ですが体育祭は楽しんだもん勝ちだと思うので、何事にも恐れず全力でトライしていきましょう。2年生は昨年の経験を生かし、今年はもっと良いパフォーマンスを見せてくれることと思います。3年生は今年が最後の体育祭となりますので、悔いの残らないよう全力でやりきりましょう。最後に、ご観覧の皆様、本日は体育祭にお越しいただきありがとうございます。私たち生徒一同は全力を出して頑張るので、どうか応援のほどよろしくお願いいたします。以上で生徒会長徳田圭の挨拶とさせていただきます。気をつけ礼、休め。
選手宣誓、プラカード団旗を持っている人は前に集まってください。宣誓は赤組藤川アスくんです。宣誓、我々選手一同は日頃練習している成果をここに宣誓堂々発揮することを誓います。平成30年10月2日選手代表赤組団長藤川です。元に戻ってください。続きましてラジオ体操を行います。体育委員長の3年 A 組鈴木君は前に出てください。プラカード団旗を持っている人は預けてください。緑組、2年 C 組、小西さんを基準に前列のみ体操体系に広がってください。続けて2列目以降も広がってください。ラジオ体操第一。手を前から上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、深呼吸、1、3、4、5、6、
元の体型に戻ってください。次に生徒会の安井さんから諸注意があります。気をつけ、礼、休め。諸注意を連絡します。一日各色の T シャツでの競技となります。出場種目と進行状況を確認し、集合に遅れないようにしてください。怪我や事故が発生した場合は近くの先生にすぐに連絡してください。競技中不正行為のないようにしましょう。応援席での態度、応援する態度などマナーを守ってください。委員やクラブで仕事が当たっている場合は必ず時間厳守で動いてください。開会後、昼食時以外は校舎内立ち入り禁止とする。以上を守ってけじめある体育祭にし、思い出に残る一日にしましょう。気をつけ、礼。以上で開会式を終了いたします。気をつけ、礼。この後連絡事項です。競技の開始は予定通り9時25分です。最初の競技に出場する選手はこの後退場したら入場門に集合してください。先生方、何か連絡ございますでしょうか。なければ予定通りで進行させていただきたいと思います。それでは解散してください。ありがとうございました。